はい、今回は1994年式スティード600の紹介動画となっております。でですね、こちらスティード694年式なんですけども、まあ、もちろん経年として、まあ、経年劣化としてですね、こういうちっちゃいサビとかはもちろんあるんですけども、正直それを考えてもかなり綺麗な部類じゃないかなと主観で思います。で、一応タイヤは前後ですね、ひびも全く入ってない状態なので全く問題なく使っていただけます。で、チェーンだけですね、お写真でもちょっと撮ったんですけども、かなり茶色く錆びてしまってますので、納車整備時ですね、こちらはサービスで新品に交換させていただきます。で、おそらくですね、こちらミラーが社外品になってますのと、こちらですね、ウインカーの方が小型のものに変更されてます。こちら社外品、あとはシートが、茶色い革に変わられてますね、スターツってやつです、社外品ですね、と CC バー社外品になっております。はい、で、一応エンジンはもうかけた状態なんですけども、音はこんな感じです。はい、こんな感じですね。で、今はやっぱりかなりスピード400も600もかなり少なくなってきてますので、人気なんですけど、あえて400じゃなくて600っていう選択肢がいいかなと思います。で、やっぱりまあこのレトロな感じの車体ですね、今好きな方多いんじゃないかなと思いますので、はい、弾数もかなり少ないので、ぜひぜひお早めにお願いいたします。走行距離も 11,454km ですね。まだまだ走れる車体になってますので、はい、ぜひどうもよろしくお願いいたします。